ここで選手の交代です。より攻撃的にいくということでしょう。後半開始です。カモラネーシ、グリゲラ、キエリーニ、グロッソ、デルピエロです。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。ファンペルシー、動きに躍動感があふれます。ウォルコット、いい形を作りつつあります。守備への切り替えが早い。ここで止めます。ジエゴが見せてくれるのか。イアキンタ、デルピエロ、パスコースにはディフェンスがいます。ジエゴが来ましたよ。トレゼゲ、決めに来た。まだまだです。アルシャビン、ファンペルシー、ファビオグロッソが絡んでいきます。アレッサンドロ、デルピエロ、ナスリ、クリシー、アルシャビン、ファンペルシー、キエリーニ、ジエゴ、カモラネーシ、トレゼゲ、マルキッシオ、イアキンタ、デルピエロが絡みます。笛が鳴っています。オフサイドです。これは際どい。オフサイドになるということは狙っているということでもありますからね。ヴィンチェンツォ・イアキンタ、トレゼゲです。ここにサニアがいます。ボールにはファブレガス、テオ・ウォルコット、ファンペルシーが行きます。マルキッシオ、アルムニア、クリシー、この動きがアルシャビンです。サイドを切り裂いた。さあ次はどうする。これはディフェンスが勝った。クリシー、アンドレイ・アルシャビン、ボールはどうだ。ディフェンスがボールをクリア。ダビド・トレゼゲ、イア・キンタ、マルキッシオ、パス通りました。顔を上げたい。決まらない。イアキンタ、決められませんでした。ジョルジョ・キエリーニ、ボールにはグロッソ、デルピエロです。ヴィンチェンツォ・イアキンタ、トレゼゲ、サミル・ナスリ、ロビン・ファンペルシー、キエリーニ、デルピエロ、イア・キンタ、さあゴールの方向を向きたい。中にはどうだ。このシュートは浮いてしまいました。ちょっと踏み込みすぎました。攻撃に移りたい。グリゲラ、キエリーニが抑える。デルピエロ、フリーキックで試合が再開となります。ナスリ、アルシャビン、クリシー、いいクロスを入れたい。あっと、イアキンタ、トレゼゲ、ここでシュート。コーナーを取りました。ユベントス、同点の願いを込めたシュートはゴールならず。ここで追いつけると非常に楽になったんですがね。
マルキッシュ、ジエゴが見せてくれるのか。デルピエロ、あっとこぼれた。ボールにはウォルコット。スローインで試合が再開となります。ジエゴが来ましたよ。カモラネージ、周りを確認したい。ボールはまだ生きています。これをチャンスにしたいユベントス。スローインです。前に押し出します。ファンペルシー、レフリーフリーキックの判定。パスが華麗につながります。これは来た。このボールはディフェンスに弾き返されます。さあこれからです。こぼれます。先に反応するのはどっちだ。素晴らしいコンビネーション、大きく蹴り出されます。やはり体が強い。フィジカルを生かして体を寄せて奪った。ここで決めて相手の心を折りたい。鮮やかなディフェンス、落ち着いています。打った、惜しくも外れました。ここで突き放すことはできません。こういう時間にきっちりと決められると試合が楽になるんですけどね。まあ外すつもりで打ってるわけじゃないので攻められはしませんが。強い、体をうまく使います。ボールを取った。客席からは悲鳴が漏れます。ミスキックになりました。これはパスミスになった。ルーズボールになった。ホイッスルが鳴って試合終了。スコアは1対0のまま試合終了となりました。90分間の戦いが終わりました。素晴らしい内容で終われたと思います。守備もよく機能していて、ゼロで抑えられたというのは非常に自信になったと思いますよ。今日の試合はいかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間となってしまいました。今日の実況は西岡、解説は岡田武さんでお送りいたしました。では皆様またお会いしましょう。Is that what you wanna? Oh, here's what you're gonna be.